遥か昔、都の四つの門を守護していた四つ神流鹿。正門の白虎、南門の朱雀、北門の玄武、東門の青龍。四つ神と呼ばれ、獣の遺伝子を受け継ぐ彼らは異能の強さを発揮し、都を守護するために歴史の陰で暗躍し、都が滅んだ後もその血脈は受け継がれた。しかし時の流れとともに鹿の血は薄れ、ついに玄武家から四つ神の力が失われた。危機感を抱いた鹿は、少しでも小市の継承、四つ神の血を絶やさないため、禁断の神の血の交配、それまで混じることなく競い合ってきた四つ神流同士の子孫による子作りを画策した。かくして最強の遺伝子を残すべく、青龍、白虎、朱雀、玄武の四つ神の DNA をかけた子作りの戦いが始まった。というわけで、いきなりだが、私とそのしてほしい。なんですか、朱雀先輩。っていうか、なんですかこの主刀は。乙女にここまで言わせて。叶わぬ時は恥を注ぐために、お主を殺して私も生きてはおらぬ。そんな、いつもの朱雀先輩と違いますよ。それに何をしてほしいんです。何、そんなに恥ずかしいことを何度も言わせるつもりか。ゴニョゴニョじゃ聞こえませんって。してほしいのだ。え、してくれと言っておる。はい、もう孕ませてほしいと言っておる。おいおい、青龍、私の言っていたのが聞こえなかったのか。私は四つ神家の血脈を守るためにだな。じゃあ先輩は俺のことが好きなわけじゃなく。私とて東郷のことを四つ神家の部を磨く者として意識し調べてきた。それに私と東郷とは。なんじゃこりゃ。息子へ。父は元気です。心配してください。ああ、そうそう、お前の嫁さん候補を二人選んでおいた。武術大会が終わるまでにどちらか決めておくように。あのフォロー親父、ようやく帰ってきたと思ったら。嫁さん候補ってもしかしてもう一人は。くそ、親父のやつこの暑さでついにボケたか。どうぞ。お、もうおはよう。おはよう。あ、そうだ、はい、これ。何、お弁当をこさえたの。ついでに東郷のも作ったから。その、秋葉が弁当作ってくれるなんて初めてだな。雨でも降るのか。ね、今日お昼一緒に食べよう。お、いい。だ、あ、だ、だーおはよう。おはよう、北見。そんなにくっつくなよ、暑苦しい。うん、もう東郷くんたら照れちゃって。照れてねえ。だいたい男と腕組む趣味はないっつーの。わーん。もう少しだけ。ひさみちゃん、平安武術大会の実行委員なんでしょ。早く行かなくていいの。あ、そうです。名残惜しいけど、それじゃあ東郷くん、またね。あれでも玄武家の末裔で、しかも男なんだからな。なんだあれは。なんだろう、待ってたぞ、青龍東郷。朱雀様、青龍を待っとったんか。朱雀先輩、やっぱり現れた。天皇同士だとやっぱりお近づきに乗れるのかしら。おはようございます、朱雀先輩。おはよう、青龍。おはようございます、朱雀夏姫先輩。おはよう、白虎秋葉。同伴投稿とは、なるほど、先手を打ったのだな。違います、これはいつものことで。秋葉、青龍を置いて立ち去る気はないか。そんな気あるわけないじゃないですか。先輩に投稿は渡しませんよ。ならば奪い取るまで、
お前とは一度白黒つけねばならないようだな。受けて立ちますよ、先輩。アキハ、遅刻するぞ。セリュウ、東郷。放課後、プールに来ればよい。で、一体何のことだかわからないまま放課後プールへ行ったら、やはり私を選んだと思っていた青龍東吾と。バカ者、そんなことでどうする。お前は四つ神流数学期を継がねばならんのだ。いや、もう嫌。お父様なんか大嫌い。あなた、5歳の夏姫には。うるさい。父の厳しい修行に耐えかねた私はリュックにお菓子を詰めて家でした。お前、こんなところで何してるんだ。道に迷っちゃって。あなたは。俺は修行のロードワークだ。ねえ、町に降りる道知ってる。うん、じゃあ送ってってやるよ。私はその時出会った少年に助けられた。彼が青龍家の人間だと知ったのは後のことだった。アキハちゃん、コーヒー3つ上がったよ。あの可憐さで四天王の一人だなんて信じられないな。どうか今日は来ないのかな。うん、知らない？青龍くんならさっきプールの方で見かけたよ。プール？あれ？でも今日は水泳部記録書いていないはずだよね。もしかして。なんだ？何をやってるのかな。私と青龍とはちぎりを交わしたのだ。諦める。あっ、大好きなんだもん。あなたたちと東吾くんの浮気は許すわ。でもお嫁さんは私。なんですって。バカな、男が嫁になれるか。そのうち工事して女になるもん。それに子供だって人工授精でね、トーノくん。規則では仕方がない。アキハ、お前との勝負はそれまでお預けだ。いいですよ先輩、大会では容赦しませんから。ふん。また二人でのけものにした。俺、これからどうなるんだ。